シェリル・コールは、イギリスの歌手、作詞家、ダンサー、ファッションデザイナー、TV パーソナリティ、女性5人組のガールズ・アラウドのメンバー。2002年に、ITV で放送されたオーディション番組、ポップスターズ・ザ・ライバルズで勝者となり他の4人の勝者と、ガールズ・アラウドを結成。イギリスで絶大な人気を誇り、20曲連続で、UK シングルチャートトップ10入り。 同アルバムチャートでは2度1位を獲得、また2009年のブリッドアワードでベストシングル賞を受賞した。2009年10月にはソロデビューアルバムサンアーズを発売。2008年よりイギリスのオーディション番組 X ファクターでサイモン・コーェル、ダニー・ミノーグ、ルイ・ウォルシュと共にジャッジを務めていた。元夫はイギリスのサッカー選手。 アシュリー・コールとジャンベルナール・フェルナンデス・ベルシに、イギリスで最もセクシーな女性に選ばれている。イギリスカッするアポンタインにて生まれる。4歳からダンスを始め、9歳の時にロイヤルバレエ団のサマースクールに参加。また幼い頃からダンシングオーディション番組に参加し優勝している。CM にも兄弟と共に出演し、彼女の参加する。 ダンスリサイタルもテレビで放映されるなど、小さい頃からテレビに出演していた。2002年に、オーディション番組、ポップスターズ、ザ・ライバルズに参加。エスクラブ7の、Have You Ever を、同番組の審査員であったジェリ・ハリウェルの前で見事、歌い、2002年11月30日にコールと共に、優勝したキンバリー・ウォルシュ、ニコラ・ロバーツ、サラ・ハーディング、ネイリー・イン・コイルの5人で、 ガールズ・アラウドを結成。デビューシングル、サウンド・オブ・ザ・アンダーグラウンドは、UK チャート1位を獲得し、2002年のクリスマス、ナンバーワンに輝く。結成からチャート1位に輝くまでの日数は、最短記録とされている。以降20曲以上シングルをリリースしている。2009年はメンバーが互いに、ソロ活動を始めることを公にしており、 グループとしての活動は2010年より再開することが発表されていた。2012年11月に新曲を含むベストアルバム10をリリースし、2013年2月より10、ザヒッツツアーが行われ、最終公演地のエコーアレーナリバプールにて解散が発表された。シェリルのソロ活動は、ビル・アイ・アムのシングル、ハートブレイカーをフィーチャリングしたことから始まった。同曲は、 UK チャート4位を記録。2009年4月にソロ活動を本格的に始め、デビューアルバムサ w a r d s はイギリス国内で10月26日に発売。デビューシングル Fight for This Love は UK チャート1位を記録した。続く2010年にはアルバム Messy Little Rain Drops を11月にリリースし、UK アルバムチャートで1位、アイルランドチャートで2位を記録。 またシングル、プロムジー・ディースは10月にリリースされこちらも UK シングルチャートで1位に輝いている。2008年6月10日にシャロン・オズボーンに代わって X ファクターの審査員になることが発表される。参加したその年にアレクサンドラ・バークのメンターを務め、見事彼女を優勝に導く。2009年にはジョー・マケル・ダリーのメンターを務め優勝。 2年連続で勝者を生み出したことになる。2003年1月11日にナイトクラブでトイレの清掃員と揉み合いになり、人種差別発言と暴力を振るったとして警察に連行される。暴力は正当防衛、人種差別発言はなかったとして裁判に挑むが、正当防衛は認められず、120時間のコミュニティサービスと被害者に500ポンドの罰金を命じられた。 2006年7月にサッカー選手アシュリー・コールと結婚。しかし夫の度重なる浮気により2010年2月時点ですでに別居し彼とは別れたことを公表。2010年5月に正式に離婚した。その後もコール生を名乗ることはアシュリーと合意しているという。2014年7月インスタグラムでフレンチレストランのオーナー。 ジャンベルナール・フェルナンデス・ベルシニとの再婚を発表したが2016年に破局。2017年3月、前年から交際していたワンダイレクションのメンバー、リアム・ペインとの間に第一子となる男の子が誕生した。左手首、背中、お尻の全体、右太ももに入れ墨を施している。ありがとうございます。